えどうもこんにちは、水にゃんです。本日の、えー、動画なんですけど、えー、ウーム所属の人気 YouTuber、桐崎英キくん君が何やら炎上しているということで、そのことについてお話をしたいと思います。で、ことの経緯について説明すると、今月1日、桐崎英二くん君のチャンネルに、妹の顔、もう限界無理、逃げ出したいという、えー、タイトルの動画が投稿された。で、内容としては、桐、えー、崎くん君の 妹である、えー、舞ちゃんが、埋没法で整形して、で、さらに、えー、眉下の皮膚を切除。で、目頭切開を行い、失敗して顔が膨れ上がった。で、そ、家族に、えー、その顔を見せたらどんな反応をするかというドッキリ動画。で、もちろんね、えー、膨れ上がった顔については、特殊メイクで作り上げたもの。 でこれが今、大炎上して複数のネットニュースに取り上げられて動画のコメント欄には批判が殺到しているで批判のコメントをいくつかピックアップしてみると本当に整形に失敗した人のことを考えてないやら結婚できないとか傷つけることを言ってるのが最低すぎるとかあって。 僕の視聴者からも、水ズニんさんは、この桐崎英二君の動画についてどう思いますかというね、意見を求める声が寄せられたので、それについてね、触れたいなと思っています。で、まずね、桐崎英二君といえば、これまで何回もね、炎上している。例えば、桐崎君の動画にも頻繁に登場していたおじいちゃんが亡くなったと。 いうまあ、嘘を動画のネタにしたり、選挙ポスターの件で炎上したり、媒挙にねえ、いとまがないほどいろんなことをやっちゃってる。だこれって要するに、倫理観がバグってるってことでしょう。で、まあり崎英二君といえば、で日本で一番大きな YouTuber 事務所の、UU、UM にえ所属していて、 で、ウームっていうのはとてもね、えー、コンプライアンス意識がこう高いと、ねえー、昔からこう言われている、まあ、事務所だったんだよ。でけれども、ね、ウームに所属してからも桐崎英二君の動画って、まあ、バン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 ねで炎上しちゃってるわけですよ。で、まあ、ウームもウームで、まあ、そのたんびにね、こう何かこう対応したりとか、まあ、しているみたいなんだけれども桐、まあ、崎英治君の動画 の方向性であったりとか。まあ、この炎上に関しては一向にね。これね。治ってる感じが、まあ、しないんですよね。でまあ、なんでね。こう。桐崎英二君、こんなに炎上するのかね。なんで桐崎英二君こんなにね。叩かれるのかについてなんだけど、まあ、俺が考える。まあ1つの要因としてはもうさっきも言った通り倫理観がねバグっているっていうこと で、まあ、桐崎英二君って、まあ、僕から見るに、ちょっとね、えー、変わっている人だと思うんですよ。だから、まあ、その、クリエイタータイプだよね。だから、なんかその、クリエイタータイプの人って、で、なんかこう、世の中、ね、全般と、ちょっと、なんか世の中の、なんかスタンダードなその価値観と、ちょっと、なんかずれてるところがあったりとかするじゃん。 だから、切、ま、り、あ、崎英二君からすれば、まあその自分の、まあ、今回の動画であったりもそうだと思うんだけど、まあ、過去炎上してきたこう動画も、いや、これ面白いでしょって、これって、えー、なんかクリエイティブ精神でしょ、クリエイティブ精神ものすごくあるでしょっていう感覚で、えー、動画を出してる。だから炎上させたい、炎上しようと思って動画を出してるんじゃなくて、で自分が面白いという動画を、えー、出したら、 それが勝手に、えー、視聴者から反感を受かってで炎上しちゃったっていうタイプだと思うんだよね。でこういうタイプってなんかその守りに入ると一気にこう動画が面白くなくなっちゃうしで、まあ、動画が面白くなくなったら再生回数ってやっぱ落ちるでしょ。でだからなんだろう その価値観が、まあ、その世の中標準の価値観とちょっとずれてる以上、その価値観の部分を修正しないと、で、こうやってなんかその炎上することっていうのを止めることはできないというふうにね、僕はまあ思ってるんですよ。で、かといえ、じゃあ炎上しないように、で、ちょっと守りに入りながら動画を投稿してたら、桐崎英二君の動画ってくっそもんなくなると思うのね。で、そしたら、 じゃあそのねチャンネル登録者数何百万人っていういるあのチャンネルをじゃあ維持することができるのかって言ったらまあ言うてねあの維持することって、まあ、絶対できないというふうにね僕はね考えているんですよだからまあその今回の件もそうなんだけれどもじゃあいくらその桐崎英二君のことをまあそうこうやってね、えー、バッシングして叩いたところでで桐崎英二君からしたらなんでこれが炎上してるんだろう え、これ面白くないみんな、え、この面白さのことわかんないのみたいな感覚だと思うのね。だから、いくらなんかこう、まあ、バッシングしたところで、まあ、言うて、まあ、意味がないよねっていう話なわけですよ。で、まあその僕自身ね、ま桐、あ、崎英二君の動画って、まあ、前までは見てたんだよね。で、それこそ、なんか前までは何で見てたのかっていうと、やっぱ面白かった。 けれども、まあ、その最近ね、こう動画を見てみると、まあ、やっぱあんまりね、なんかおもしくはなくなった名前みたいにっていう。で、それもやっぱり桐崎英二君自身がね、まあその、年を取ってきて、まあ大人になってるわけですよ。だから、まあ大人になっていくとさ、まあ、人って、まあだん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 ちょっとこう変わり始めるところがあるでしょ。で、まあ守りに入らなきゃいけないことがあったりとか、あと、まあむなことができないとか。で、それこそまあ桐崎英二君といえばさ、 まあ過去にね、動画のことでね、通っていた、その高校だったか高専だったか忘れたけど、で、そこともまあ揉めてさ、で、定学だのどうのこうのっていうさ、まあ騒ぎにもなったぐらいでしょ。だから大人になれば、そういうなんか、だんだん人って、な、責めなくなっていくんだよね。責めなくなっていくから、ちょっとなんか面白さがちょっとね、えー、欠けてくるよねっていう、まあところですね。だから、 まあ、桐崎英二君も桐崎英二君で、まあ、その家族を出したりとか、で、まあ、妹をそのメインにしたりとか、で、ちょっとずつね、その動画のなんか構成であったりとか、動画のスタンスを変えてきていて、で、まあ、それもそれで、なんか、ね、あのー、まあ、最初の方とかはさ、家族が出てきたりとか、で、妹がこう出てくることで、ちょっとなんか、あの、ね、普段の、ね、えー、料理に、 そのスパイスが加わったことで味が変わって、まあ、面白くなるけどでそれこそ家族が出てくるであと妹がこう出てくる妹がメインになってくるっていうことで,で結局ふ、ねえー、普段とまあ変わり映えない味にこう変わってしまって、まあ、そういう部分でもちょっと面白さが欠けたのかなっていうのであんまり見ていません。ただ まあそのね、今回の件に関しては、まあ僕も僕で、まあちょっと不快だな、ちょっとないなーってね、えー、思ってます。で、やっぱ倫理観がちょっと人とずれてるのかなってね。で、まあ本当に整形に失敗した人のことを考えてないっていうコメントについては、ちょっと僕もね、あの理解できないし。 で、あの、結婚できないとか、こう、傷つけることを言ってるのが最低すぎるっていうのは、まあ、なんとなく、なんかちょっとわかる。で、まあ、なんでかっていうとさ、じゃあその、ね、整形に失敗して、で、顔が膨れ上がっただけではなくて、まあ、世の中にはさ、まあ、ちょっとこう、顔がね、まあ、あの、変な人っていると思うんですよ。まあ、顔が変な人っていうのもちょっと変なんだけど、まあ、<coughs> いいるわけじゃないですか例えば障害を持っていたりとかで病気でちょっとこう顔がえ変になってしまった人とかいるんだよねだからそういう人とかを、まあ、その傷つけてしまうことにつな、まあ、がりかねないワードだと思うんですよだからやっぱ結婚できないってこう言われるとさで人間って結構傷つくところあるのねでで僕もまあ30歳なんですけど で、30歳にもなって、結婚もしねえのかって言われると、まあ、結構傷つく。で、まあ、本人としては、ま、それを笑ってネタにするしかないんだけれども、内心傷つく部分もあるんですよ。だから、まあ、その、そういう意味において、ちょっと、なんかね、あのー、まあ、ワードのチョイスが、ちょっとおかしいかなっていうのを思っています。 で、桐、まあ、崎英二君に関してはじゃあ今後じゃあどうしていったらいいのかっていうと、まあ、僕はもう今のまま突き進んだらいいんじゃないですかねっていうふうに思ってるので、まあ、これで変に桐、まあ、崎英二君が守りに入ったりとかするとこれさっきもなんか言ったけど多分桐崎英二君の動画って多分クソつまんなくなると思うんですよ。 で、そうなると、で、視聴者の人とかは、どん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 離れていってしまうと思うのね。だから、まあ、その、桐崎英二君って、僕、YouTube の中だと、それこそもう昔は、もう天才だったと思うんですよ。クリエーターの中では。ものすごく天才だったと思うんだけれども、そのなんかこう、天才性っていうのをこう活かしていって、で、それで動画バズらせたりとか、で、チャンネル登録者数が増えていったところがあると思うから、 だからまあ炎上しようが何をしようがまあ今と変わらないなんかスタンスでやり続けるしかないんじゃないかなっていうのが僕の意見でございますということですはいということでですねまあ本日の動画なんですけれども、えー、こんな感じで述べさせていただきましたもしですねこの動画がいいと思う方はグッドボタンとあとチャンネル登録をよろしくお願いしますということで以上みずにゃんでしたじゃあね